こんにちは。今回は久しぶりのアイハーブ購入品です。高いサプリメントとか買ったのもあるんですけど、7回分の大量購入品です。お盆にアイハーブ 15% オフで買える機会があったので、ほぼリピート品を購入しています。ぜひ見ていってください。はい、こちらはいつもの海苔です。いつも買ってるんですが、よく完売してます。こういった個包装の韓国海苔みたいな感じになっています。いろんな種類があるんですけども、オーガニックで遺伝子組み換えなしでアボカドオイルが使われています。アボカドオイルとシーソルトのこう韓国海苔みたいな感じの海苔になります。とっても美味しいです。子供たちも大好きでよく買うんですが、今我が家にないので、これを見て、これママ食べていいのって聞いてくれてたんですけど、撮影まだしてないから食べないでって言って我慢してました。本当にね、とても美味しいです。次にこちらは初めて購入しました。ニューナチュラルズの栄養酵母フレークということで、今のレートで4005円となかなかのお値段がするんですけども、チーズっぽい味がして、なんかビーガンの方とかはチーズの代わりに使うんですって。チーズ代わりに振りかけると美味しいらしくって、さらに酵母や栄養が取れる。サラダにでもパスタにでも何にでもね、かけて食べるとチーズみたいに美味しいのに、大さじ山盛り2杯で食物繊維 2g、 タンパク質 4g、 ビタミン A やカルシウム、鉄、カリウム、ビタミン B1、B2、B3、B5、B9、 B9 は葉酸なんですね。あとビオチンまで取れます。コリンは 18mg 取れるみたいです。これ開封したら用冷蔵とかは書いてなさそうなので、開封しても常温なのかなと思うんですが、今ちょっともう尋常じゃない、とんでもない暑さじゃないですか。なんでなんか常温で置いとくの怖いなとか、開けるの怖いなと思っちゃって。皆さんこれ使ってる方いらっしゃったら、どうやって保存しているのか教えてください。じゃあ食べ物系からいくと、こちらキッチンオブインディアのパラクパニールほうれん草カッテージソース入りのカレーです。あ、カレーとは書いてないんですね。なんかカレーっぽくご飯にかけて食べてました。確かにそんなにスパイシーではなくて、なんか優しい味です。このキッチンオブインディア自体がすごいね、カレーを出してるので、カレーだって思い込んでいました。本当に9年前ぐらい、ここのバターチキンカレーずっと好きで買ってて紹介してたと思うんですけども、最近ね、子供が生まれて辛いの食べられないので、それは買わなくなって、でこちらを買っています。このまま食べられるタイプなので、湯煎してそのままご飯にかけて食べてるのと、お昼に私一人の時に食べることが多いです。ほうれん草カレー好きだよって方はぜひぜひ。湯煎したカレー食べてみます。前食べた時一人分だったんだけど、パッケージが変わって量が多くなった気がする。大丈夫か、そんなことないか。四角いのがカッテージチーズになってます。でもそんなにね、あっさりなんですよね、このカッテージチーズ。うん、久しぶりに食べたけど、やっぱりあっさりしてて美味しいです。このカッテージチーズもなんか豆腐みたいな感じ。豆腐なのかなはい、せっかくなんで開けてこれかけてみようと思います。こんな感じ。あ、美味しい。なんかちょっとカレーにかけてるからチーズなのかどうなのかわかんないけど、味が濃くなってなんか旨味が増すような感じがする。結構ね、このほうれん草カレーがすごくあっさりしていて、薄味なのでいいぐらいになりました。美味しい。次にこちら、ワイルドプラネットの天然ツナと白豆のサラダ、そしてこちらもワイルドプラネットのワイルドツナ豆コーンサラダです。これね、3種類あって、今回2種類しか買ってないですね。よくね、リピートしてます。このまますぐ缶開けて食べて美味しいので、災害用にと思っていっぱい買ってあったんですよね。なのでちょっと災害用袋と入れ替えて古いものをちょっと食べてみますね。本当にそのままで美味しくて、こっちはひよこ豆や人参、赤ピーマン、グリーンオリーブなどが入ってます。で、タンパク質が 21g 取れます。そして BPF 仕様です。もちろん遺伝子組み換えされてないものが使われてますね。豆をね、手軽に食べられるのすごくいいですよね。豆とツナとって本当にタンパク質が取れるので、トレーニング中の方にも良さそうな缶詰です。小腹が空いた時とかね、朝食代わりにこのまま食べてもいいんですけども、サラダに混ぜたりとかちょっとアレンジして食べるのもいいですよね。これも何度もリピートしてます。こんな感じです。
こんな感じで中にシーチキンやオリーブ入ってます。これだけで本当に味がしっかりしてて美味しいです。こちらチキンオブザシーの天然ピンクサーモンです。タンパク質 15g 高級サーモン、皮なし骨なし 100% 天然サーモンで保存料も不使用です。ここのブランド買ったことあったと思ったんですけど、パッケージ変わりましたかね。このパッケージになってからは初です。なので買ってたとしてもかなり昔なんですけども、本当にツナ感覚で使えるサーモンです。パウチタイプで使いやすいですし、こうおにぎりに混ぜたりして使っている方もいらっしゃるみたいです。非常食にもいいですし、サーモン美容にもいいですし購入しました。ピンクサーモンはこんな感じのフレーク状でした。お塩が効いていてこのままでもね美味しいです。食べ物からいくとこちら、はい、大好きなシンプルミルズの天然グルテンフリーアーモンドココラッカーです。ファームハウスチェダー、チェダーチーズ味を買いました。6袋入りです。この個包装タイプ私初めて買う気がする。そしてアーモンドココラッカーとかパンケーキミックスやクッキーなどは買ったことあったんですが、このハウスチェダー味っていうのは初めてです。小麦粉使われてないのでグルテンフリーです。この小分けになってるのめちゃくちゃありがたいです。子供たちの持ち歩きのおやつにもいいですし、私の食べ過ぎ防止にもいいですし、チーズも塩味が効いてておつまみにもなりそうなぐらいしっかり味です。ワインとかに合いそう。はい、こちらはスペクトラムクリナリーのオーガニックサンフラワーオイルです。こちらのブランドからはよくねマヨネーズを購入していました。オリーブオイルなんかも買ったことあるんですけども、今回はひまわりのオイルということで、こちらも USDA 認定オーガニック遺伝子組み換えなしになっています。オーガニック高温サンフラワーオイルってタイトルにも書いてる通り、高温にとっても強いオイルになっています。なので炒め物だったりとか揚げ物するときなんかに使います。口コミでは鉄フライパンにくっつかなくって使いやすいっていうのがあって、私もなるべくねステンレスフライパンや鉄フライパン使うようにしているので、かなり久しぶりに買ってみました。あとは、はい、いつものナウフーズのリアルフードハニーローストピーカンです。これも久しぶりに買いましたね。パッケージ変わってますね。ピーカンナッツはスーパーフードでとっても嬉しい栄養がたっぷりです。結構ね日本では見かけないので、ほんとピーカンナッツって言ったら何って言われることも多いんですけども、結構ね大きくて美味しいです。しかもこれはね蜂蜜コーティングされているということでカリッとしています。こんな感じ。うん、美味しくて止まらなくなるんですけども、ほどほどに子供たちと一緒に食べてます。とってもねコーヒーと合います。子供たちがお気に入りなんですけども、ネイチャーズパズのオーガニックサンライズクランチハニーシリアルです。 USDA 認定オーガニック遺伝子組み換えなしグルテンフリーです。これがなんか面白くていろんな食感が入ってるんですよね。こんな感じで平べっちゃいのから小さいのから丸っこいのから3種類入ってます。玄米粉が一番多く使われていますね。あとねもう蜂蜜で甘く味付けしてあるので、それで子供たちがよく食べます。もう私の手作りグラノーラ飽きちゃってなんかいろいろ試してます。その中でもアイハーブで買って食べにくいものも多かったりするんですが、これ食べてくれるのでちょっとね時間がない朝とか小腹が空いた時とかに助かってます。 USDA 認定オーガニックっていうことはもう全部がねオーガニックなんですごいなと思います。そしてもうネイチャーズパズといえば私はこれが一番好き、大好き、ラブクランチのダークチョコレート&ピーナッツバターです。めっちゃ美味しい。これはもちろん子供たちも大好きなんですが、かなり甘いのでこればっかりあげるとねちょっと罪悪感があるので、これはまあハニーついてるからあれなんですけど、まあ味がついてないやつと混ぜたりとかして子供たちにはあげていました。ない時は豆乳で食べますけど、ナッツの取りすぎだけどカシューナッツミルクで食べるとめっちゃ美味しいです。やっぱ子供たちねピーナッツバター大好きなんで、このピーナッツバターの味がねとっても食べやすくて美味しいです。ネイチャーズパズのこのラブクランチシリーズはコストコでもコスメキッチン、ビープルでも取り扱いがありますが、このダークチョコレート&ピーナッツバターを置いてるのは見たことないです。だいたい置いてるのはイチゴですかね。でイチゴはね今私たちアイハーブで買えないので、だいぶ前からそちらでもイチゴは手に入ります。とっても大好き。
あとネイチャーズパズのクランチグラノーラサマーベリーです。こちらも3つ嬉しいマークがついてまして、グルテンフリー全粒押し麦が使われているみたいです。 30g に対しタンパク質が 3g、 食物繊維 2g、 鉄分やカリウムなども入っています。ヨーグルトチャンク入りっていうことで、ちょっとベリーヨーグルトみたいな味なんですかね。サマーベリーは初めて買うかなと思います。ドライフルーツのいちごが大好きだし、ヨーグルトの酸味と爽やかに食べられそうですよね。楽しみです。こちら私大好きなブランドなんですけども、これは初めて買います。キッズマルチプラス、4歳から12歳用ストロベリーキウイの栄養ディスク30個、お子様用の総合的な必須マルチビタミンサプリです。すごい、ふわ個包装だ。しかもめっちゃ可愛い。どんな感じなんだろう、ちょっと開けたい。食べるんですかねこれ。すごい、食べてみます。どうだろう、一瞬ストロベリーとキウイの酸味で、あ、美味しいかもと思ったんですけど、やっぱりちょっと食べづらい味になりました。一応ヨーグルトに混ぜたり水に溶かしたりして食べるんですって。でもね、水に溶かしてもすごいこの味しそうだし、ジュースに溶かすとね、ジュースの糖分も取っちゃうし、無糖のヨーグルトとかはいいかもしれないけど、最近ずっともうヨーグルトもあげてないので、どうしようかな。せっかくなんで食べさせられるようにしたいなと思います。このね、ソーンのブランドはとてもね優秀で、私はこちらのアミノ酸をずっと飲んでいました。今ねずっと完売してて買えてないんですけど、当時5000円ぐらいで買ったのかな。それでも結構ね高いなと思ってたんですが、今値上がりして6651円になってますね、アミノコンプレックス。でも近日入荷なんでまた買うと思います。あとはネイチャーズウェイのアロエベラ歯の果汁です。なんと1リットル入ってます。99.5% 生成アロエベラ葉汁濃縮液。お通じが良くなったり、血糖値の上昇を防いでくれたりとか、腸活だったりデトックスだったり、風邪ひいた時だったり、そういった目的で飲んでいる方が多いみたいです。私はこのブランドじゃないアロエベラジュースを購入したことは結構昔にあるんですけど、販売終了しているのでこちらのブランドは初めて買ってみました。酸味が強く美味しくはないですけど、まあせっかく購入したのでちょっと飲んでみようかなと思います。あと飲むものといえばこちらコラーゲンアップ買いました。最新のね、とある一日の食事でコーヒーに入れるとね美味しいバニラ味のコラーゲンご紹介しているんですが、そのコラーゲンは飲んだり飲まなかったりっていう感じなんですよね。こちらは何にでも入れられるということなので、お味噌汁とかそういったものに入れると味変わらなくて飲みやすそうだなと思って買ってみました。でこちらのコラーゲンはビタミン C と一緒にね飲むことで体の吸収率が良くなるらしいんですけど、ビタミン C も一緒に入っているみたいなのでいいなって思いました。 iHerb プライベートブランドなんですけども、ズバ抜けた口コミ数で18万2000件の口コミです。すごいですよね。なんかタブレット系と違って飲むと翌朝の肌で違いが分かるって方もいらっしゃるんですって。すごいですよね。なかなかねこういうの私続けられなかったりもするからちょっと心配ではあるんですけど、まあ、お味噌汁の時に必ず入れるとかなんか決め手だったら飲み続けられるかなと思ってちょっと買ってみました。あとなんかコラーゲンね骨にもいいということで、最近周りですごい骨折してる人が多くって、あとね速効性と溶けやすさでとっても人気みたいです。楽しみ。あと溶かして飲むものといえばこちら、これねちょっとお値段するので 15% オフの時に買っておきました。テロップは購入した時のお値段を入れてあって、今私が見てる値段で8940円ですね。ピュアシナジーのオーガニックピュアクラマスクリスタルズモです。 USDA オーガニックノン MGO、 これが一応リピート品で今開封しているものがこちらにあります。ビープル購入品でご紹介しています。そこで初めて出会ったんですけども、もですね、ピカピカ分かりますか。すごいですよね。見てください、こんな感じのピッカピカなんですけども、ビープルで置いてあるブランドの方が高くって、そのビープルで置いてある値段の方を見ちゃってるから全然可愛い値段というか買いやすい値段だなと思ってこちらを
買っています。まだねこれ一つ目でこれ二つ目なんですけど、おなんか口コミでね子供が偏食なので子供の水にもちょっと入れてるって方もいらっしゃって、なんか幼稚園の水筒の水とかにちょこっと入れててもバレなさそうですよね。ちょこっとだとね全然味変わんないです。あのしっかり入れると美味しくはないです。ちょっと濃く入れすぎちゃったんですが、こんな感じでとっても綺麗なブルーです。なんだろうこのね舌が黒だからこうかな、ほらこうしたら綺麗なブルーです。まあ自分に起こった効果なんかはねまだ一つも飲み切ってないのでわからないんですけども、サプリとかではなく天然のものなのでちょっと続けてみようかなって思ってます。サプリメントもねいっぱい取ってるからこれ以上増やしたくないので、お水飲むときは最近はこちらを混ぜて飲んでいます。はい、ちょっと混ぜたてだとあれなんですけど、こんな感じの綺麗なブルーになります。ちょっとね上の方はピンクっぽいカラーをしています。薄めて飲んだら全然味しないので結構薄めて飲んでます。あとはいつものねガーデンオブライフのプロテインなんですけど、なんかパッケージが変わってて合ってるのかどうだか、生プロテイン&グリーンズオーガニック植物性成分甘さ控えめ。この間ねとある1日の食事で開封したばっかりなんですけど、最近夫もちゃんと飲んでくれているので減りが早くてもうすぐなくなるのでこっちも開けちゃおうと思います。あ、なんか香りがいつものやつっぽい感じがする。パッケージだけじゃなくて大きさも変わったのかな、大きさも違う。こちらはあのプロテインなんですけども、植物性のタンパク質でオーガニック発芽玄米やオーガニックエンドウ豆などからのプロテインになってます。その他にもオーガニックほうれん草、ケール、ブロッコリー、その他スーパーフードなどなどが含まれているので、運動しない時も栄養補給として毎朝飲んでます。飲まない日もたまにあったりするんですけど、ゆるくやってます。絶対飲まなきゃってなるとしんどくなるので、あ今日飲みたい気分じゃないなって時は飲まない時もありますが、まあほとんど飲んでます。そうですね、概要欄にねカート7個分貼っておくのでややこしいかもしれない。ナウフーズの鉄分、あとソルガーのキレート鉄、はい、両方とも人気の鉄分なんですけども2つ買いました。これはね私も飲んでる鉄なんですけども、マネージャーが鉄分不足だということで血液検査で引っかかったみたいなのでプレゼントしようと思って買ったやつですね。貧血の方のみじゃなくイライラするなっていう時鉄分不足だったりするので、そういう時に飲んだりしてます。なんか皆さん口コミに藤川先生の本を読んで買いましたって方がすごい多いです。はい、そんな感じで鉄を2つ買いました。あとはこれが私は2つ目かな、結構前に買ってたんですけども、なんで買ったんだっけと思って思い出せなくて飲んでなくて、最近ちゃんと飲み始めてまたリピートして買いました。グルタチオンです。抗酸化作用だったりとかメラニンの生成を抑えてくれる働きがあるらしく、買ったのを思い出して飲んでみてて、でちょうどね夏だし飲み続けてみたいなって思ったのでリピ買いしました。グルタチオン点滴っていうのもあるみたいですね。結構美白効果目的に飲んでいる方もいるみたいです。あとはこちらも私がプロテイン買っている大好きなガーデンオブライフの子供用のオーガニックフルーツグミです。 USDA 認定オーガニック遺伝子組み換えなし。子供グミ好きなんでね、なんかおやつ代わりにこういうビタミングミあげたりしてます。1日2粒とか決めて、今回こちら買うのは初めてです。あとは食べ物系は以上で、こちら8年9年使っておりますベジウォッシャブルです。もはやレアなのかもしれない、昔のこのベジウォッシャブルのパッケージを未だに使ってます。詰め替えてコロナをきっかけにずっと完売しててようやく買えたので、ちょっと新しいボトルに詰め替えてこれからは使おうと思って、長年使ったこのボトルともお別れしようと思ってこちらを買いました。ワックスや殺虫剤、土を洗い流します。柑橘系由来の洗浄成分なんで体にも安心みたいです。ホタテパウダーとかいいよってよく教えてもらうんですけどね、やっぱお値段がねこれ安いのでこちらをずっと使ってますね。スプレータイプなんで楽ちんです。こちら食器用洗剤です。ミセスマイヤーズグリーンデイのラベンダーの香りです。こちらねよくリピートしていて、で今ねこのラベンダーの香りが気に入ってるので2つ購入しました。レモンバーメナをこの前は気に入って使ってたんですけど、最近久しぶりにラベンダー使ったらこの香りが好きで、何回か使ったことあったはずなんですけど、今私はこの香りが好きなんだなって、自分に合ってるんだなって思います。これが今すごい好きなんでキャンドルまで買っちゃいました。ソイキャンドルです。
あー、いい香り。これこれって感じです。蓋があるので匂いが飛びにくいのがいいですね。落ち着く。なんかラベンダーって癒されるけど、なんか柔らかなものが多いんですが、優しいラベンダーより爽やかなラベンダーって感じかな。とっても香りが広がっていい香りですし、泡立ちもいいですし、手荒れとかもねせずにとても気に入ってます。癒しの香りです。あとね、そう、お値段お安く買えたのでまとめて買ったものといえばこちら。はい、これもね長年何度もご紹介しております、サラブレスのフレッシュブレスオーラルリンスマイルドミントです。これもね完売して買えない時も多いので、買える時もしくは安い時なんかにまとめて買ってます。全然辛くないので刺激がなくてとってもいいです。辛くないのに朝晩これでうがいするとすごくすっきりします。口コミとかもねすごい良くて、寝る前にこれで口薄ぐだけで朝も口臭なしとか、ああマスク生活が終わり口臭が気になるのでとっても頼りにしています。なるほどね、マスク生活。とにかくねこの刺激がない感じが好きで、これずっとリピートしてます。刺激があるバージョンも使ったことあるんですけど、もうこれに慣れちゃうとちょっとヒリヒリするように感じるかも。あとスキンケア、これがリピート品なんですけども、日本でもコスメキッチンなどで取り扱いがあります、トリロジーはロードヒップオイルが人気で、私もね昔よく使っていたんですけども、こちらはトリロジーのビタミン C ブースタートリートメントです。めっちゃ面白いのがこんな感じで小さくて2週間で使い切るビタミン C になっています。っていうのもこんな感じになってて、この状態では中の液体とここにパウダーが入ってて、液体とパウダーが別状態になってます。なので開けてプッシュしてパウダーを混ぜてこちらのスポイドに移し替えたらもう2週間で使ってくださいっていうことで、私はこれ8月13日に開けたので27までに使い切ってくださいっていうものになります。こんな感じのサラサラの液でスッと肌になじみます。ただちょっと傷があったりとか肌が弱ってるとピリって感じる時もある。これもね2週間しか使えないのに6349円と結構ねお高めなので、 15% オフで買える時に買っておきました。そしてねこれは初めて買います。クリーン&クリアデュアルアクションモイスチャライザーサリチル酸ニキビ予防です。そう、なんかサリチル酸が入ってるって書いてて気になったので買ってみました。オイルフリーでサリチル酸でマイルドにピーリングしてくれる感じですかね。すごい口コミ、春夏秋なら秋の旅行はこれ1本でもいける。ピーリング効果もありつつ保湿もしてくれて、スースーして気持ちいい、ニキビができにくくなった、毛穴やニキビが小さくなるなどね、結構ねいい口コミが多いんですよね。私もねニキビができるのほんと生理前だけなんで、まあでもその時だけはねできないように予防に走らないと気づいた頃には遅いって感じなので、こちら生理前の時期にいいんじゃないかなと思って買ってみました。すごい楽しみ。そして最新の使い切りコスメでもご紹介してます。何度もリピートしています。サブマイミーのニキビケアシリーズ、ボディクレンザーがもう開封して使っちゃってたんですけど、両方とも AHA、BHA、PHA 配合のボディクレンザーと化粧水です。両方使い切ってリピートです。何本もリピートしてますね、 3、4本。この AHA、BHA、PHA でピーリング効果があるので、ボディ用も背中ニキビだけじゃなくて、まあ、肘とか膝とか古い角質も優しく取り除いてくれる、そして T3 で殺菌してくれる、そんな感じのボディクレンザー。化粧水もほんとさっぱりしていて、この夏本当に良かったので、なくなってないと不安なのでまたリピートした感じです。最後は何度もリピートしています、ラテルのオーガニックコットンカバーパンティーライナーです。20枚入り。本当にね日本のパンティーライナーみたいにこんな感じで小さくて個包装で使いやすいです。はい、はい、いかがでしたでしょうか。今回こちらが購入品でした。関連動画にはアイハブ購入品再生リストとあなたへのおすすめ動画貼っておきます。ぜひチャンネル登録もお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。You make me smile. What is it that you do?